池の中の赤い鯉が水面に映った桜に今まさに泳いでいきます。まるで鯉が空を飛んでいるように見えませんか。空飛ぶ鯉です。花びらは真っ白で、それはとても綺麗だったそうです。いつもの土地であれば売店が出たり、おでんのお店が出たり、カラオケもあったり、次は小松中央公園に
行きます。